フーティーザ・ブローフィッシュはアメリカのロックバンドで90年代後半からその名が知られるようになった。もともとは1986年にサウスカロライナ大学でダリアス・ラッカー、ディーン・フェルバー、ジム・ソンフェルド、マーク・ブライアンによって結成された。これまでに7枚のスタジオアルバムをリリースしており、16枚のシングルが様々なビルボードシングルチャートにランクインしている。 1994年のデビューアルバム、クラックドリアビューは、現在1600万枚を売り上げており、これは全米でのアルバム類計売り上げ枚数15位である。フーティーザ・ブローフィッシュは1986年に結成された。4人はサウスカロライナ大学の新入生だった時に出会った。ブライアンは彼らが住んでいた寮のシャワー室で、ダッカーが歌っているのを聞き、 彼の歌唱力に引きつけられた。彼らはザウルフ・ブラザーズとしてカバー曲の演奏を始めたが、最終的にはブライアンのかつての高校のバンド仲間だったフェルバー、そしてジム・ソンフェルドと共にフーティーザ・ブローフィッシュとなった。当初、ブラントリー・スミスがドラマーとして参加していた。彼は教会での音楽活動のためバンドを離れたが、 時々ゲストとして姿を見せることもある。1991年と1992年に EP 相当のデモテープ2作を自主的にリリース。1993年には自主制作で EP っチポップを5万枚リリースした。彼らのメジャーデビューアルバムはクラックドリアビュー。このアルバムはホールドマイハンド、 タイムという4つのヒットシングルを含んでおり、全米で1600万枚の売り上げ枚数と1995年のベストセラーを記録している。1995年、オンリー・ワナビー・イー・ウィズ・ユーの中で、ボブ・ディランの歌詞を不正使用した件について、ディランと和解した。オンリー・ワナビー・イー・ウィズ・ユーのプロモーションビデオには、マイアミ・ドルフィンズのクォーターバックであるダン・マリーノが出演している。 デビューアルバムを発表した翌年の1995年のグラミー賞では最優秀新人賞を受賞。1996年にはセカンドアルバムフェアウェザー・ジョンソンをリリースしたが、その発売前夜には MTV アンプラグドに出演。セカンドアルバムの売れ行きは順調で、その中の一曲オールドマンメがヒットしたこともあり、全米で400万枚を売り上げた。以降、 ムシカル・チェアーズ、フーティー・アンド、ザ・ブローフィッシュ、ルッキング・フォー・ラッキーと3つのスタジオアルバムをリリースしている。また、2000年にはコンピレーションアルバム、スキャッタード、スマウザードカバードをリリース。このアルバムタイトルは、アメリカ南部で人気がある終日営業のダイナー・チェーン・ワッフル・ハウスに対してのリスペクトである。カナダのバンドである54から40のシングルを、 カバーしたアイゴー・ブリントについては、もともとは1995年にリリースされたテレビ番組フレンズのサウンドトラックに収録された曲であり、クラックドリア・ビューやフェアウェザー・ジョンソンには収録されていないが、それにもかかわらず、フェアウェザー・ジョンソンから3枚のシングルがリリースされた後、1997年にラジオから人気が出てヒット曲となった。また、 1995年には、レッド・チェッペリンのトリビュートアルバムである、インコミアムに参加、ヘイヘイホワット・キャン、アイドゥーを提供している。ヘイヘイホワット・キャン、アイドゥーとアイゴー・ブリントは、後に、スキャッタード、スマウザード・カバードに収録された。1996年には、彼ら自身のレーベルである、ブレイキング・レコーズをアトランティック・レコードの子会社として立ち上げた。 彼らはカロライナ地区のミュージシャンと契約しようと考えていた。エドウィン・マッケインとクレイビメロンは一時レーベルと提携していたものの作品は発表しなかった。ザ・ミート・パペッツ、ジャンプ、リトル・チルドレン、トレッド・ミル・トラックスター、そしてトリーハウスはそれぞれ一枚ずつブレイキング・レコーズ・レーベルからアルバムをリリースした。レーベルは2000年に消滅。1998年。 フランク・ワイルド・ホーのミュージカルザ・シビル・ウォーのコンセプトアルバムに参加。2001年にはジム・キャリーの映画メ・マイセルフアイリーのサウンドトラックの中で1968年のオルフェウスのヒット曲キャント・ファインド・ザ・タイムをカバーした。2008年にはトルー・アンソムを通じてコンサートの模様をダウンロードできるようにした。2009年にはフーティー・アンド・ザ ブローフィッシュを取り扱ったバレエが公演されたが、彼ら自身がそのバレエの中でライブを行っている。2008年8月27日、AOL セッションでのインタビューにおいて、ラッカーは、ラッカーのソロとしてのカントリーミュージシャンのキャリアを追求するために、フーティーザ、ブローフィッシュは分裂するかもしれないと発表した。ラッカーによれば、バンドはもはやレコーディングもツアーも行わないが、 恒例となっている年4回のチャリティコンサートは実施するということ。ラッカーはこの分裂状態は5、6年あるいは自分が3、4枚のカントリーアルバムを出すまで続くだろうと述べている。彼は後に本当のところバンドが今すぐに分裂するわけではないし自分たちは本気で分裂しようと考えているわけではない。と自身の発言を訂正している。ラッカーは ソロアルバム、Learn to Live をキャピトルレコードから発表した。そのアルバムの中の3つのシングル、Don't Sync, I Don't Sync About It, It Won't Be Like This For Long, All Right については、それぞれが The US Hot Country Songs Charts で1位を獲得している。Footy and The Blowfish は、事前活動にも熱心である。 2006年10月16日から20日の5日間、彼らとそのツアーメンバーは、ニューオリンズのミュージシャンズ・ビレッジで、ハリケーン・カトリーナの被災者のため、家の建築に従事した。ゴルフ好きでもある彼らは、1995年から、マイハル・マンデー・アフター・ザ・マスターズ・セレブリティ・プロ、アム・ゴルフ・トーナメントを主催しているが、そのことで、地元のチャリティ活動に一役買っている。 2005年から2009年まで毎年サウスカロライナ州コロンビアの動物愛護ためにザ・アニマル・ミッション主催のパーティー・アニマルズ・サイレント・オークションやコンサートで演奏している。毎年そのイベントにより10万ドル以上を集めるがそれを南部地区のペットの虚勢プログラムのために主催者に提供している。2008年10月18日にはトルコのインサーリック空軍基地を慰問し パフォーマンスを披露した。ありがとうございます。